ランキンランキン自由が丘店自由が丘駅、駅フィアビフォグ、ランキンランキンは東京急行電鉄渋谷駅、自由が丘駅などに展開する、流行をテーマとした新スタイルの店舗である。2001年のオープン当初は東京急行電鉄の事業として行われたが、駅という多くの人が交わる空間を、流行の最先端として捉え東急レクリエーションが事業を展開する。 東急ポイント、パスも電子マネー東急ポイントの加盟店。東急ハンズなど、東急グループの店舗や、流通各社が制作する、分野別の売上ランキングや、ランキング調査会社より提供されるデータをもとに、それらの上位、つまり流行品と言えるする製品と、今後流行するすることが予想される、新商品、注目商品ものみ店舗に置く。年頃までは、 静岡県浜松市、北海道札幌市等、東急電鉄沿線以外の各地に積極的に出店をしていたが、2010年頃から店舗の閉鎖が相次いだ。2011年5月、東京急行電鉄から東急レクリエーションへの事業譲渡が発表され、同1日より同社での運営を開始した。当時、同社はシネマコンプレックスを中心とする。 映像事業に始まり、ボーリング場やフットサル場などのスポーツレジャー事業等、様々なエンターテインメント事業を展開しており、ランキンランキン事業はこれら既存事業との親和性が高いとしている。また、当該事業自身の収益性やブランド力向上を図ることにより、事業の幅をさらに広げることが可能になると判断し、今後は当社既存事業と連携することにより、 競合との差別化や収益力強化を図っていくと述べていた。2020年4月時点で渋谷駅コンコースのピックアップランキング渋谷近道と中国、上海市の上海南京あずま時点の2店舗のみとなっている。流行発信ショップランキングランクイン、事業譲り受けのお知らせ AB、東京急行電鉄と東日本旅客鉄道が業務提携し、 2002年12月1日にランキングランクイン新宿店を JR 新宿駅構内にオープンします。東京急行電鉄東日本旅客鉄道2020年6月19日閲覧北千住駅駅中11店舗がリニューアルオープン東武鉄道 http://www.tob.co.jp://3883//1109202pdf2011 年9月23日閲覧東武ドラッグは松本清グループであるが現在は同じ北側の連絡通路で別の場所に東武ドラッグではなく松本清が出展している流行発信ショップ ランキングランクインが3月27日、北千住駅構内に、再オープン。東急レクリエーション、http コロンスラッシュスラッシュ p r t i m e s j p スラッシュメインスラッシュ html スラッシュ rd スラッシュ p スラッシュ 0000124.00001956.html2013 年3月15日閲覧 駅の情報受発信拠点店舗ランキングランクイーンの東急線沿線での他店舗展開を開始東京急行電鉄2020年6月19日閲覧自由が丘のニューオープン情報はここをチェック2019年12月の新店閉店情報まとめ自由が丘ネット、2020年6月19日閲覧東急百貨店 自由が丘駅にコスメ雑貨ビューティーパレット流通ニュース2020年6月19日閲覧流行発信ショップランキングランクイーン待望の関西発信室10月31日開業の関西最大級の駅中商業施設駅も南波内に出店関西地下鉄最大の駅中商業施設駅も南波開業へ大阪市へ地下鉄 駅中、駅もシリーズ第2弾、駅もナンバが10月31日開業。流行情報の発信拠点、ランキンランキンが関西初出店するなど、話題の店も登場。ありがとうございます。